千葉よしお2018シーズン開幕戦に来る。おはようございます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 。皆さんもご存知の通り、見ていただければお分かりだと思いますが、私なんと今回はですね、2018シーズン開幕戦ということで、はい、味の素スタジアムの前までやってきました。はい、来ましたね、ついに来たね、はい、ついに2018シーズン開幕ですよ皆さん、うん、ついに開幕。なんて長かったんだオフシーズン。いや、そんな長かったですか。長かったね、長かったね。僕は結構あっという間だったなって感じですけどね。いや、それはね、君はあれだよ、このね、一日先週の思いで待ってた僕と違いだよ、そこはね。きっとね、どのサポーターの、まあこれはジェフサポーターだけじゃなくて J リーグのサポーターみんなこの開幕っていうものをね、昨シーズン終わった瞬間からどんな思いで、何をすればいい、週末出かけるスタジアムがない、週末見る試合がない、どうしたい。いや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 、休んでください。やっぱりね、もう丸3ヶ月ぐらい、はい、こうやって J リーグの試合を見てないわけですよ僕は。ずっと待ってた。まあそうね、だからスカッとする思いが3ヶ月間ないわけですよ。うん、そうですね。まあこんな言い方すると、俺よしおってプライベートそんなにうまくいってねえのかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい、やっぱジェフって言ったら、これジェフサポーターみんなだと思うけれども、ジェフの選手たちはみんな息子のような、ほうほう、ファミリー、ほうほう、そうファミリーだよ、ジェフファミリー。そう、ジェフファミリー。なるほど。そう、そのジェフファミリーにね、はい、今日ね、前回の放送でだ、はい、ラッスン、僕、うん、溝口くん、芸人、はい、今喋ってくれてるけども、この3人で万全の体制で、はい、チャギーカップと同じ3人、もうフラット3で、うん、フラット3かどうか分かんないけども、まあフラット3でいいんじゃないですか、うん、うん、万全の体制でお送りしようと思っていた中だよ、残念な報告が一つだけあるね。何ですか。ヤッスンがなんと仕事を理由に、はい、この開幕戦にいない。だって思い出してごらん、君さ、君が来なかった時さ、最終戦ね、去年のさ、福田電子アリーナの最終戦、君は、はい、なんかよくわかんないけど山登ってると。僕は山の上から応援してましたでしょ。で、山登ってるって言ってる時に、ヤスンは君に対してなんて言った。これ怠慢ですよ。普通は山降りたら即福割り、これじゃないんですかと彼は言ったったんですよ。それを受けて君はどう思う。今日奴は仕事とは生きてないんだよ。確かにそれはおかしいなことですね。あ、あのね、はっきり言うぞヤスン、君はね、ジェフサポーターとしての資格、まだ自覚がないんだよ。ジェファミリーじゃないですよね、これ。まあ、こんなんでね、千葉よしおファミリーって言えるのか。言えないですよ。そうだよ、千葉よしおファミリーはね、うん、さっきもね、ここもう見る影もないけども、そうですね、さっきね、ここに長蛇の列があったんです、はい、やっぱ開幕戦ということで、前情報ではチケットが4000枚も売れている。ジェフサポーター側の方で、ね、4000枚も売れているこの状況、すごく長蛇の列がありました、うん、その長蛇の列の中ですね、僕に気づいて声をかけてくれる人も多数いたわけです。で、こんだけ千葉よしおファミリーがちょっとずつ広がってきてる中、はいはいはい、仕事だと、ちょっとね、仕事だっつって休まれちゃこっちもね、こっちもね、やってるんだよね。じゃあ吉尾さんはもし仕事が入った時でもジェフの観戦に来るってことで間違いないですかね。うん、これは仕事だ。私千葉よしおはですね、本名桑原圭一という名前でちょっと役者をやらせていただいております。僕にですね、万が一 CM ナレーションですとか、あとはまあアニメ、外画の吹き替え等々もいろいろ手広くねやらせていただいておりますので、もし万が一僕に仕事のオファーとかしたいとか、そういったことをイベントの司会をやりたいとか、頼みたいという方はプロダクションエース様の方までですね、ぜひご依頼いただければと思いますが、僕はただこの千葉よしおという活動自体はですね、プロダクションエース様、事務所様とは全く関係ない個人でやらせていただいておりますので、まあまあまあ僕はね、本業の方を優先させていただこうかなと思ってますけれどもね、普通は怠慢だよ。じゃあもう人のことになると厳しいですねこれ。そう、基本自分に甘いみたいな。そう、自分に甘い。他人に厳しい。一番ダメなやつですよ。でね、はい、でね、そろそろね、本題入ろう。はい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 。スタメンが発表されました。はい。で、スタメンは前回の千葉銀カップと同じですね。おお、なるほど。はい。なので、まあ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 、きっとやってくれるでしょう。前回千葉銀カップで J1 の柏相手に前半45分はいい勝負をさせていただきました、うん、その前半の45分のような形が90分通してね、どこまで、はい、もちろん開幕戦にかける気持ちは東京ヴェルディも同じだと思うので、はい、負けない気持ちと熱い思いを持ってですね、はい、戦っていかなきゃいけないと。
ただまあ東京ヴェルディさんの方を触れていくと、はい、スタメンね東京ヴェルディも発表されたんですけど、うんうん、なんと比嘉選手、はいはいはい、菅島選手、若狭選手と今シーズンあのジェフから戦いの場をヴェルディに移した3選手もいますよ。その3選手のうち残念ながらあのスタメンの選手はいないと、はい、しかもベンチ入りしているのが若狭選手だけ。あ、そうなんですね。これね、うん、ベルディはねあの昨年あの我々との1個上の5位で順位を終えたということで、向こうもねこっちもそうですけど昨年最後7連勝して終えたじゃないです か、 だから自信満々なんですけど、向こうも確かな手応えを持って臨むシーズンだと思います、はい、であのベルディはね内田選手の加入が大きいな。あ、うん、去年レンタルだったんですけど、この、はい、この内田選手がアンカーに入ることでねものすごくバランスが良くなる。なるほど。3人になってね、はいはい、でもちろんあの安西和樹選手と安西光輝選手っていう両翼の選手がいたんですけど、はい、ベルディにはそれ抜けたんですけど、それを補ってあまりあるだけのね、まあ、もちろん平本選手、中郷選手ね、あ中郷選手引退あのお疲れ様でした、そういったあの方々も抜けましたけれども、補ってあまりあるだけの補強ができてると思います。おお、まあ、要はね何が言いたいかっていうとね、相手にとって不足なし。確かに、うん、ということで、たとえどんな結果になったとしても、まずは僕たちジェフサポーターも一つになってジェフの勝利のために声を出してジャンプして、はい、一生懸命90分間ジェフの選手たちと共に戦えるように頑張っていきたいと思います。では行きます。じゃじゃい。負けました負けたぞ、おい、お負けたぞ、おい、まあ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 、そうですね、冗談ではありません、冗談ではありません。いや惜しくもというか悔しくも1対2で負けてしまいました。そうですね、いやまああの悔しいは悔しいですね。あの正直あの試合展開的にもスコア展開的にもあの 1-0 にされて、はい、ね、追いついた直後のプレーだっただけにね、なんとかあのアウェーでね、あの開始10分であの松島選手にトラブルが起こりまして、はい、なんと退場といった形で、まだ試合始まって10分も経ってなかったのかな、うん、そんなもんですね。立ち上がりの10分に行くか行かないかぐらいで松島選手が退場処分、まあ相手の選手を後ろからちょっと引っ掛けてしまったと、まあレッドカード自体は妥当だと思います。まあ、そんな中ね前半はよく耐えて0対0、しかも1人少ない中でもビルドアップだったりとかあの試合の構築とかねよく走ってちゃんとつないでっていうのは、正直ヴェルディさんよりもうちの方ができてた時間帯とか形とかいっぱいあったなと思うんだけど、まあさっき結果が全てなんでね、90分トータルで見て 2-1 で負けてしまったってことは非常に悔しいの一言。それでもね、僕はポジティブなところを褒めたい。まあそうですね、うん、1人いないっていう状況でまた追い抜いたっていうか追い抜いてはない、引き分けに持ってったっていうのはそうあの、ね、すごいと思いますよね。あのね1人少ない中でね後半のねもう40何分でね追いついた、一度は追いついたんです。これねその直後に取られてしまったから、やっぱりいいところと悪いところが出た時間帯だったと思うのね。今年は違うぞっていう何かを感じさせてくれた執念、はい、その1点だっただけでその直後のね気の引き締め、はい、油断してしまったわけではないんだろうけど、いけるぞって思った瞬間に、ね、その裏を綺麗に、ちょっとこれもねキーパーがちょっとディフェンダーと被っちゃったのかな、もう一回家帰ってリプレイ見てみないと分かんないんだけど、もう実にもったいない失点でございました、はい、まあ、とはいえね負けてしまったものはしょうがない。そうですよ、まだ1回目ですからね、第1回ですから、そう42分の1だということを僕は強く自覚したい。そうです、そうです、出ねえとやってられねえないやいや悔しすぎますね。もうまあそれはそうです、でも次勝ちゃいいんです。そうあのねいろいろ渦巻いてるよ頭の中で、うん、渦巻いてるよ。おっと、うん、ちょっとまたなんか真似し始めたぞ。俺頭の中で渦巻いてるよ。何がだよ、何がなんだいいんじゃねえかいやだからさ、ポジティブに捉えたいのはね、はい、1人少ない中でもあと町田選手がね交代で鳥海選手が入ったので、鳥海選手がねすごくすんなり試合に入れたってたってことはすごく僕の中で収穫です。はい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 、これでもねディフェンダー今結構序盤にしてスクランブル大変よ。エベルト選手がね加入してくれたのにエベルト選手怪我で出れてません。あらららら、ね、岡野選手も出れてません、千葉銀でね、あちょっと太もも裏をさ、あそうでしたね、そうでしたね、退場したから、うんうんうん、残念ながら今日も大事を取ったんでしょう、はい、で増島選手がこれでレッドなんで次節出場ができないと。あそうだ、うん、だから
それを考えるとちょっともう序盤にして早くもディフェンス陣スクランブルと。ということで、まあ、開幕戦は残念な結果になりましたけども、やっぱりね、ここ僕スタジアム好きなスタジアムじゃねえな。まあ確かにあまりいいものが思い出がないって言ってましたもんね。あの別に東京ヴェルディサポーターと FC 東京サポーターさんをバカにするわけでも、これの建設に関わった人たち、はい、味の素スタジアムが好きな人たちに対してすごく対はないんだけど、はい、俺は嫌いだな。単なる単なるただ嫌いなだけですよね。そう、ネガティブなイメージだけ。そう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 、相性がいい。何にも悪いことしないですから。そう、あの別にスタジアムは何も悪くない、はい、ただ僕がやっぱジェフがなかなか勝たせてくれないという意味では、もしかしたらホームにとっていいスタジアムなんだろうね。まあそうですよね、まあ、アウェーの僕らからするとね、うん、ただだとしたらプレーオフでここをホームで使わせた時ぐらい勝たせろやって話もあるけどもいやまあだからね、正直僕はこのスタジアムはあんま好きじゃない。さあ帰ろう。あ、帰ろう帰ろう、うん、帰ろう帰ろう。だからね、はい、残り41節、はい、開幕を落としたぐらい、いいいいいい、勝利勝利。やっぱり今年は群雄割拠だってことは分かった、はい、J2 リーグがどこも舐めてかかっちゃいけないってことは分かった。分かったからこそ次のホームでしっかりと巻き返そう。そうですね、次はホーム開幕戦です。まあ、ホームですからね、ホームは強いですから、うちは。いやもうジェフは今年もね、ほとんど去年ホームで負けなかったんで、はい、今年もその今年はぜひ無敗でね乗り切りたいなと。ですね、ホームではね、はい、なので注目のホーム開幕カードこちらでございます。バサンと3月4日 J2 第2節ジェフ千葉対水戸ホーリーホックということで、はい、まあ、これね予想していこうと思うんだけど、水戸さんはね、確かね、水戸ちゃんは確かうちのホームで勝ったことがないんじゃないかな。まあなんとしても勝ちたいんだけど、水戸ちゃんはね監督が長谷部さんなんですよ。長谷部さんって、はいはいはい、去年まであのジェフでコーチをしてくれてたので、あ、逆にねうちがやりたいこと全部分かってんだよね。なあ、確かにそれは痛いですね、うん、しかもねさっき速報を見たら、あの山形との開幕戦水戸ホーリーホック 3-0 で勝ってんのね。はい、で新しい外国籍選手がすごく強力みたいで、なんとかね今回、まあ、守備陣、まあ、僕らは2失点してしまったのでね、なんとか無失点で勝ちたいなと思うんですが、どうだろうなと。はい、予想しました。はい、では今回も数打っていこう。まずは溝口くんの予想、バセン、はい、3対1です。3対1ね、はい、おお、3対1、まあ、強気だねちょっとね。いやー、やっぱ強気でいかないと。なるほどね、はい、ホームですから。しかもせやな。じゃあ千葉よしお、バセン 2-0。あのね、東京ヴェルディで 2-0 っていう予想をして2-1で負けてしまったので、懲りずに 2-0 でいこうと思います。まあお互い2点差勝ちではあるけれども、はい、あのね、ぶっちゃけね、5試合当てたいけど、5試合通算でね、僕予想当てたいけど、勝ちゃいい、まあ、そういうことですよ、うん、勝ちゃいい、勝ちゃいい、そうそう、結果勝てばいいんですよ。点数は関係ないんです。そう、点数関係ない、サッカー結果が全てだから、うん、そうなんです。だただね、ディフェンス陣が心配ではあります。あ、まあ確かにそうですね、うん、ディフェンス陣ね、ちょっとトリウム選手がまた継続して出てくれるんであればね、今日はいい予行練習になったかなと思いますけれどもね、絶対に負けられない。これであの負けてしまったので、次のホーム開幕戦が意地でも勝たないといけない。うん、まあこの勝ちたいなから勝たなければいけないってプレッシャーをねかかってしまう試合というのは難しいとは思うんですけど、はい、それでもね、なんとかこう勝たせたいし、勝ちに行きたいと。ということで千葉よしお、はい、3月4日のホーム福田電子アリーナ開幕戦、はい、水戸ホーリーホック戦に懲りずに行きたいと思います。お、行ける人はぜひあの福田電子アリーナに集合して、はい、今度こそジェフの今シーズン初勝利を、まあ、確かにそうですね、みんなで見届けよう、みんなで掴もう、ウィンバイオールと。はい、もう絶対に勝つぞ、絶対に勝つぞ僕はどうした、急にどうした、絶対に勝つぞ冗談じゃないよ、今更ながらちょっと怒りがふつふつと湧き上がってきたよいやいやいや、まあまあ、その怒りを次にぶつければいいんですよ。いや、分かってる分かってる分かってるけどもさ、はい、ジェフサポーター側からすればフラストレーションのたまるジャッジだったのは否めない。でもね、惜しくも負けちゃったけど今回は、はい、惜しくも負けちゃったけど今回は、それでもジェフサポーターの人が、みんなが、あの選手たちが最後挨拶に来るじゃないですか、うんうんうん、挨拶に来た時にしっかりとあの拍手でほとんどの方が、うん、そうですよね、あれは本当良かったですね、見てて。負けたにもかかわらず拍手をしてくれた、はい、ジェフサポーター一丸になってたなと思うから、次こそ勝ち、
勝ちに行きたいし、勝ちたいよね。そう、いや、勝つんですよ。うん、絶対勝とう。今シーズンこの一丸ぶれないんだぞっていう気持ちを持って残り41試合惜しいじゃなくて本当に勝つっていうね。そうですね、うんうん、今日も何度も惜しいシーンがあったんだけどね。それをやっぱり決めて、そうですね、決めていけばきっと41試合残り終わった時に笑ってられるんじゃないかなと思うから、はい、うん、僕も頑張っていくから3月4日の開幕戦みんなで勝ち切りましょう。それではご唱和ください。俺たち